漫画。君、こっちに来てくれないか。お願いがあるんだ。いや、こないだは助かったよ。君の腕を見込んで一つお願いがあるんだ。この前賊に絡まれた時に助けてもらったものだよ。急に声をかけて申し訳なかったが、私は君を忘れられなくてね。実はお百度参りのためにこの先の南禅寺に通っていたのだが、近頃悪党が住み着き始めてね。もちろん困っているのは私だけじゃない。奴ら参拝客やお寺の人たちにも手を出しているらしいんだ。私と一緒に南禅寺の悪党を懲らしめてくれないかい。お百度参りを続けたいんだよ、何としても。ありがたい。鉄は熱いうちに打てだな。早速行くとしよう。だろう。あの大泥棒石川五右衛門もこの上から見える景色に舌を巻いたそうだ。いたな。お寺を荒らすことじゃ。さあ懲らしめてやろう。Yeah.
変だな。いい度胸だ。お参りに向かおうか。ではお参りさせてもらおう。君もよければ一緒にどうだい。君のおかげでこれからもお百度参りを続けられるよ。どうもありがとう。おや、言ってなかったかい？私の妻は日本人でね、お腹には私の子がいるんだ。彼女と我が子のためできることはないかと彼女に尋ねてみた。そこでお百度参りについて教えてもらったというわけさ。ああ、そういえば君はさっき何をお願いしたんだ？よければ教えてくれないかい？おいおい、私の妻のことは今話したんだから、それは嘘だろ。でも嬉しいよ。君は、なんというか、いいやつだな。よし、私はそろそろ戻るとしよう。君には感謝しきれない。本当にありがとう。ではな。
養生しとるか。よう来なすったの。また会いましたね。今日はどうしたの？え？それじゃ。何の用だ？そう。じゃあな。と思っておったわ。あら、あんた。わしはこっちじゃ。こちらです。私に御用ですか？良いですね。わかりました。そろそろおいとましますね。するなんて奇遇ですね。ひょっとしてあなたも山形さんに呼ばれたのですか？いや、これから迎えに行こうと思っとったところじゃ。ちょうどよい、手間が省けたわい。中岡さんがお主と文さんに話があると言っておった。境内におるゆえ会っていけ。一緒に中岡さんに会いに行きませんか？それでは早速参りましょう。悪いが、わしは失礼するぞ。中岡さんから他にもいろいろ頼まれておっての。参りましょうか。ふみさん、前よりだいぶ調子が良くなったよ。いつもありがとうな。二人とも来たの。ふみさん、ちっくと下がってくれんか。こいつへの用が先じゃき。え？はい、わかりました。急で悪いが、おまんの腕試させてもらうぜよ。全力でかかってくるんじゃ。
坂野もこうして手合わせしたもんじゃ。おまんやるの。草加から聞いちょった以上じゃ。おまんがどの程度のやつか試したかったのもあるけんど、フミさんへの用にも関わっちょっての。それはどういうことでしょう。そう、これを草加から預かっちょる。大変じゃ。新選組の連中がすぐそこまで来ておる。何？とうとう見つかったかい。まだ傷の治っちゅらんもんも多いように。なんとかしないと。私にも手伝わせてください。いや、ここはわしらでしのぐ。フミさんは早う逃げるんじゃ。確かにフミさんの身に何かあっては。すが、そこまで言うんじゃったら、フミさんはおまんに任せるけ。行くぞ、山形。ありがとうございます。境内のことは熟知していますので、皆さんのところへ案内します。こちらです。他の方々のところまで案内します。礼にもならんが、これを持って行ってくれ。こちらにも。もう一度私が隙を作ります。その通りですね。はい、一体マイル偽物を相手しますありがとう。これを受け取ってくれ。
他にもまだ嫌がったんだよ。皆が生きちょるんは二人のおかげぜよ。まっことありがとう。こちらこそ、私の無茶な申し出を聞き入れてくださってありがとうございました。あなたも私を信じてくれてとても嬉しかったです。じゃがまだ安心はできぬ。キャツラが仲間を連れてくる前に急ぎ引き払わねばならん。あとはわしらに任せい。お主はフミさんを安全な場所まで頼むぞ。おっと、忘れるところじゃった。これをフミさんに渡さんとの。この手紙は草賀からぜよ。あいつが亡くなる前に預かっちゃったんじゃ。自分に万一のことがあればフミさんに渡してくれ言うてな。それじゃわしらはそろそろ行く気。またな。すみません、私たちも行きましょうか。主人は私が人の役に立ちたいと思っていることに気づいていたのですね。この手紙にはその思いを認め生かしてくれる人を見つけたと書かれていました。その方とはあなたです。自分の身に何かあった時はあなたを頼るようにと。はい、あなたとならば何でもできる気がします。これからもよろしくお願いいたします。どうかおそばで私のことを見守っていてくださいね。
今日はいい風が吹いているよ。ここでは滑空訓練ができるよ。やってみないかい？わかった。用意しよう。素晴らしい。風を自在に操っていたね。そこの方、手を貸してくれないか。向こうで賊が暴れているのだ。感謝する。さあ共に参ろうぞ。
死なずに済んだ大使もいる。心ばかりの礼だ。受け取ってくれ。ちょいと撃っていかないか。どんなにいい銃も当てられなきゃただの棒だ。砲術訓練で腕を磨かないか。的を撃ち抜くと点が入る。わかりやすいだろう。的にも種類があってな。点を稼ぎたいならどの的をどう狙うかもよく考えなきゃいけないぜ。よし来た。お手並み拝見と行こう。ちょいと狙い方が荒いが、伸びしろはありそうだ。お前、なかなか腕が立つと見た。少し頼まれてくれんか。五条の足によごと弁慶と名乗る大男が現れるのだが、この男、侍と見ると襲いかかり、倒した相手の武具を奪うのだ。皆まで言うな。このようなことが公になっては対面に関わる。それゆえ
このような場所で助っ人を募っているというわけだ。奴を倒し武具を取り戻してくれ。もちろん礼はする。よし、そうと決まれば早速行ってくれ。だがくれぐれも目立たぬようにな。公害はもちろん他の者と連れ立っていくのも許さんぞ。遠からん者は音にも聞け。近くばよって目にも見よ。見どもの名は弁慶。腕に自信あればかかってまいられい。ご変武芸者か。いざ勝負。すぎたようじゃな。されど一片の悔いなし。